携帯素とは言語学の用語で意味を持つ表現要素の最小単位。ある言語においてそれ以上分解したら意味をなさなくなるところまで分割して抽出された音素のまとまりの一つ一つを指す。携帯素の一般的な性質や携帯素間の結びつきなどを明らかにする言語学の領域は携帯論と呼ばれる。携帯素にはいくつかのタイプがあると考えた方が良いことが分かっている。 またそれぞれの言語によっても違いが現れるので、ここではまず英語と日本語での例を示す。英語では空白で区切られる単語よりも細かい単位である。例えば、名詞の複数形のマイナス S なども独立した形態素である。日本語では日本語文法における、いわゆる文節よりも細かい単位である。自立語と付属語及び、節字が形態素である。続いて、 形態素の分類論を述べる。山のように単独で語として現れるものと、お金のお体のように単独では用いられず必ず他の形態素と共に現れるものがある。前者を自由形態素または内容形態素、後者を高速形態素または束縛形態素という。例えば、英語のボーイ、フライなどの形態素は実質な意味を持ち単独で用いられるから、 内容形態素である。また、語彙的な意味を持つものとそうでないものに分けることができる。語彙的な意味を持つ、形態素を語根という。例えば、高からさ、高いに共通して現れる、高は語根であり、空間的な位置が髪型にあって、下との距離が大きいという語彙的な意味を持つ。これに対して、第三や、位に、語彙的な意味を認めるのは難しく、むしろ、大三は、 高を名詞として機能させる形態素であり、いは高を形容詞として機能させる形態素であると考えられる。この第3やいのように機能的あるいは文法的な意味は持つが語彙的な意味は持たないと考えられる形態素を機能的形態素または文法的形態素という。語根は自由形態素であることもあれば高速形態素であることもある。 高からさ、高いの、高は単独で、語として現れることがないので、高速形態素であり、一方、山、青のような五根は単独で、語となる、自由形態素である。構造上、語として振る舞うものを節語と呼び、それ以外の高速形態素を節字と呼ぶ。一つの形態素が互いに微妙に異なる複数の、現れ方をすることがある。例えば、雨降り、雨宿り、 きりさめに含まれる、アメ、アマ、サメは、同じ、アメという意味を持つ、形態素に属していると考えられる。この時、アメ、アマ、サメという三つの形態は、同一の形態素に属し、互いに、異様体であるという。一つの形態素に属する複数の形態についても、アメのように単独で、ごとして現れうる自由形態と、アママイナス。 サメのように必ず他の形態素にくっついて現れる高速形態と区別することができる。文法的形態素とは語根で示す観念を特定の文法範疇へ方向づけるものである。比較言語学によってその原初的構成部分を分離できる。語根と設備字からなる全体が語感を形成するが語気と形態素の複合でもある。陰語言語学ではセム系諸言語と異なり、 この五感を基礎として全体形が構築される。その理由は五感に文法的形態素が前へ接するか、交接するという文法的特性を有する形態素の負荷により、格と数と認証とが示されるからである。そしてこれらに派生語が加わる形態素の負荷により、派生語が形成される。活用や曲用の枠内で同一語が取る様々な語形のことでなくて、 設備される、携帯素により、名詞、形容詞、動詞、副詞等の、あらゆる文法範疇の語が派生するを形成する。また、携帯素の負荷とそれから生ずる音韻の変化は、通時的な音韻の変化、発展を考慮する必要をも生じ、童貞については、通時言語学的音韻論に、依拠しなければならない。工辞園、ありがとうございます。